注目の一戦が始まります。すでに昇格の切符を手にし、この試合で優勝を決めるかもしれません。これだけ強いとライバルたちはお手上げでしょうね。今日の試合も楽しみです。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。フィンク、さあスタジアムのテンションが上がります。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。サイドからの攻撃はここで止められます。マッカーシー、いい形でゴール前まで持ってきました。これはファールを取られました。まだカードは出ていません。キム・ナミル、イブラヒモビッチ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。フィンク、フィンク、これはどうなりますか。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ボールを運びゴールに襲いかかります。イバラ、スローインです。マッカーシー、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。パスをこの位置で防ぎます。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り、どうなる。このシュートはキーパーがキャッチ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。上がった。本田圭佑、今のところリードしていますが、これで勝ち点間違いなしと考えるのは時期尚早です。神経を集中して試合に勝ち、タイトルを勝ち取れるでしょうか。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。危険な位置です。緊張感が増してきます。イブラヒモビッチ、コースが変わります。これは残念、ボールを手放してしまいました。キム・ナミル、さあ突破しましたよ。前出た、イバラ、キーパー弾く。ここはタッチに逃れます。相手のゴール前でパスを回します。タックルでボールがこぼれました。さあスタジアムのテンションが上がります。
ブラヒモビッチ。じっくりと出しどころを探します。出足が鋭い。カットします。フィンク、ボールを取りました。さてどうする。どこへ出すのでしょうか。フィンク、パスコースにはディフェンスがいます。同点になるか。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。フィンク、いい形でゴール前まで持ってきました。イバラ、止める。止めます。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ここはスローインのミス。ボールを失いました。後半戦の開始です。マッカーシー、あっとこぼれた。フィンク、ボールを運びゴールに襲いかかります。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。カットしました。ここはどうするでしょうか。ディフェンダーを抜いた。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。さあスローインでの再開です。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。マッカーシー、イバラ、イブラヒモビッチ。危険な位置です。緊張感が増してきます。強い。体をうまく使います。ボールを取った。ボールと人がうまく連動しています。ディフェンスがサイドによってこれに対応します。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。さあスタジアムのテンションが上がります。
ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。フィンク、いい形でゴール前まで持ってきました。しっかり読んでいた。これはスローインになります。イブラヒモビッチ、ルーズボールになった。攻撃を組み立てられません。本田圭佑、ちょっと消極的なパス回しです。クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。マッカーシー、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。狙いはいい。横へ展開、いい連携です。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがフリーになりました。ゴールキックで再開になります。コースにはディフェンスがいます。笛はフリーキックの判定です。ここはファールを取りました。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。リードしているホームチームが時計を使います。アウェーサポーターは不満も声に出しています。時間の使い方も試合の駆け引きの一つですからね。リードしている側が焦る必要は全くありません。試合終了まで、こんなシュート、安定したボールさばきです。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。危険な位置です。緊張感が増してきます。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。勝負はまだまだ分かりません。さあスタジアムのテンションが上がります。ここはカットされました。攻撃失敗です。キーパーに戻します。タックルでボールがこぼれました。面白い。カーシュ、これは止められます。ボールを取った。主審はファールを取ります。
前に押し出します。キープに出るという手もありますか。入るか。キャッチします。ミッドフィールドでボールを取りました。ホイッスルが鳴って試合終了。スコアは1対0のまま試合終了となりました。さあ勝利チームの選手たちが表彰台に向かいます。何か選手たちからは落ち着きを感じますね。より高い目標に向かって確実に進んでいる、そんな実感があるんでしょうか。ええ、おっしゃる通り、このタイトルは選手たちの最終目標ではないでしょう。選手たちの表情からも分かるように、これは通過点の一つにしか過ぎないといったところでしょうね。しかしタイトルはタイトルですから、今後の自信になっていると思いますよ。勝利チームを見に来たサポーターたちもこ